うわ、すごい煙です。いい匂い。早速愛さん方向指示器消し忘れております。やったー。僕は今日ネックウォーマンをしてきたんです。珍しいですね、うん、やっぱり首元からね風が入ってくるから寒いから、うん、ここの先橋を渡ります。左です。あの車が入ったところを左です。そうそう、車が1台通れるか通れないかっていう橋ですね。うわなんか怖い怖い。どうすんの？1台しか通れないのに、こういうのは、あ、行っちゃって右から行くわけ？右から行く。モンキーとすれ違います。さよなら。さよなら。すごい見られた。さあ、私たちは岐阜県に向かっております。岐阜県の山彦ロード走れたらいいなという感じで。山彦ロードってどこにあるんだっけ？愛知県犬山市に入りました。今渋滞にはまっております。イルカ池手前で渋滞しております。あ、49号線ですね、県道。さあ、僕たちは今尾張パークウェイ走っております。41号線に向かっているわけですね。県道461号線走っております。なんかすごいアクセルを開けないと、うん、後ろの車に迷惑がかかってそうな気がします。結構道も路肩ボコボコしてたりする道なんですけども、サスペンションはどうですか？あ、いいと思います。振動をほとんど感じません。これ降りますね。あ、ここっち、はい、はい、あ、これ左です。こっち、はい、ちゃんとナビ頼むよ。ちょっと待って、流れに乗って入る道です。さあ、41号に入りました。どうですか、この流れついていけそうですか？うん、このぐらいだったら大丈夫。岐阜県に突入しました。あ、これ違う、まっすぐです。右です。すいません、危ないところでした。ちゃんとナビ言ってね。軽自動車が危ないよ。何抜かそうとしてる。なんで？美濃加茂市に入りました。なんかこのさ、ネジがピヨンって飛び出てると怖いね。結構今日渋滞が多いですね、ところどころ。うん、本竹さん。どれ？あれ。あ、あれそうなの？あれ違う？そうでしょ？本竹さんでしょうか。雪が積もってないよ、あれ。お昼はラーメンが食べたいな。僕、ラーメンが食べたいです。これまっすぐでいいの？あー、ラーメンが食べたい。これどっちなの？これを右ですね。なんかあったかいよね。あ、あ、白鷺です。白鳥です。うわー、すごい絶景ですね。さあ、僕たちは今156号線をずっと北上しております。この道は岐阜県でも有名なツーリングコースでもあります。あ、道の駅ですね。道の駅南通り過ぎます。あ、トンネル入ります。須原トンネルですね。さっきまでは右手に川があったんですけども、交差して今度は逆に左手になってますね。いやー、しかしこの道はすごく景色も良くて走りやすくていいツーリングコースですね。ガソリンのメーターが多分50キロ付近で1個減ってます。あ、そろそろ俺入れなあかんわ。あ、ここでもご飯食べれそう。あ、本当ですね。今やってない？やってないか。あ、なんか縦溝が怖い。私大丈夫だった今のも。あ、本当。ゆず風味です。四条豚骨ラーメンというのが880円。ケイちゃん入り豚骨味噌ラーメンだそうです。
よいしょ。1回目の給油しといた方がいいよね、この辺は。この辺はね、うん、本当はねエネオスの方がいいんですけどね。あ、この次エネオスだったけどね。あ、本当、じゃあやめときます、うん、入ったのにやらせすぎるわ、本当。ベトコンラーメン、ベトコンラーメン知ってます？ベトコンラーメン、いいね。1回目の給油をしなくてはいけません。こちらで給油したいと思います。溝が怖いな、これ。距離は 85.6 キロですね。1回目の給油です。 4.11 リットル入りました。1回目の給油です。はい、それでは1回目の給油が終わって出発します。うわ、結構すごい勢いできた。アイさんはここ行ったことあるみたいだね。私に喋りかけたの今。そうだよ、全然聞こえなかった。そうだよ、アイさんちたもん。道の駅五金天寺の里大和に到着しました。はい、道の駅を出ました。どうでした？足湯めっちゃ気持ちよかったです。ちょっと厚めで、うん、あの鉄分が入ってる温泉なの、足湯なのかな、あれ。すごい足軽くなりました。すっきりよかったね。あ、温泉入りたくなっちゃった。私温泉がね何よりも大好きなんですよ、実は。あ、そうですか。そうなんですよ。温泉に行くとあの泉質とかすごいツルツルになったんですよ、足。ツルツル、うん、ツルツルツルになったんですよ。さあ、これから山彦ロードに向かっていきます。よかったな。時間が時間がっていうからさ、仕方なく出たんだけど、もうずっと痛かった。もう押してますから、時間。めっちゃ気持ちよかったもん。まあ、今日はね、あのレンタルバイクということでタイムリミットがございますからね。軽蔑の眼差しですごいよねって思って。そんなこといいですけども、ウィンカキしてくださいね。もっと早く教えてくれる。恥ずかしいから。危ない危ない危ない。あ、危ないよ。ちゃんと前見てね。あなたが危ないんですよ。あと6メモリ中、2メモリ減ってます。ああ、4メモリね。やっぱりまだ走れるね。結構燃費はいいですね。ちょっときついコーナーやってきます。おー、なんか私綺麗に曲がれてる。あ、私山クロスとか走るのはこういうさ、こういうちっちゃいバイクの方が得意かもしれない。ひひ。え、これどこまでが道なの、これ。あ、これヘアピンなんですか。バイク市場。とととととと、おっとっとっと。ちょっとあれ。やばい、急ぐな。まあでも小回り効くからすごい曲がれる。スピードは遅いけどさ。これが山彦ロードみたいですよ。うーん、写真が出てます。はい、私これは初めて走るかも。なんか一輪車乗ってるみたいだな。一体化してる。あ、そう、一体化してないと一輪車って乗れないでしょ。あ、そうだね。じゃあ比較的乗りやすいんだ。乗りやすいは乗りやすい。私が興味ないだけで。細長い。うわうわ、本当だね。細長いよね、中国みたい。あ、そうなの。で、なんかもう地震ですぐ倒れちゃいそうだなって思うような。うわ、すごいね、この橋ね。すごいよね、うん、結構うねうねですね、この道。でもね、うん、あのうねうね加減は怖くない。あ、そう。そう、やっぱりあのカブとかと一緒で、
カーブがね曲がりやすいからだと思う。まあ車体が軽いからでしょうね。あ、うん、反応が早いというかね。危ないだろ。危ないだろ。今左手に見えますのがこれ長良川ですね。さあ私は県道50、52号線走っております。この道は本当に信号がないです。走りやすいです。あ、俺ガソリン気にしなかった。え、あ、もう寒くてですね、私電熱ジャケット着ます。はい、どうぞ。あ、ちょっと肩こっちゃったな、本当。あー寒い。で、そっち乗ろっか。電熱ももらうよ。いいっす。本当に電熱グローブ持ってくればよかったっていうぐらい。肩こっちゃったな、本当。ん？どういう体勢？え？肩こっちゃったもん。あー、本当。左腕がめっちゃ痛い。よし、これで少しはマシになるだろう。こっち乗る？いいです。さっきまで乗る乗るってうるさかったのに。けど今日肩もんねんね。バッチリです。再スタート OK。 ちょっと待って。あ、すごいね、イチョウの木が。え、今気づいたの？うん、かっこいいね、その体勢、そのポーズ。うん、これから一応やったるかみたいな感じで、ね、かっこいい。それじゃあ行きますか。あったか、あったかいわ。生き返る。電熱ありがとう。2回目の給油ですね。すいません、ありがとうございます。 77.2キロですね。私ガソリンが3つになった。増えたよ。肩凝っちゃったな、なんかこんな肩凝っちゃいかんわ。あ、今日帰ったらマッサージやろう。なんかなんてことない道だったね。あれだったらなんか郡上八幡食べ歩きしてた方が面白かったなと思って、なんかつまらんかった。はい、 3.80 リットル入りました。2回目の給油です。なんか愛さんがブツブツ言っておりますけれども、私のツーリングプランに不服があるということですか？うん、つまらん。77.2 って言ってますけども、私ボタン押し忘れましたからね、これ。だから正確な数字ではないです。もっと走ってるはずです。それでは2回目の給油から再スタートしていきたいと思います。国道156号線を再び南下していきたいと思います。あ、杉島の看板がある。ここのね、温泉めっちゃいいんだよ。私がね、世界で一番いい温泉だと思っとる。あ、ほんと。おいこら、僕と愛さんは41号線に入りました。まもなく愛知県に突入します。愛さん、今ずっと走ってきてだいぶ寒くなってきたそうなんですけども、どうですか？めちゃめちゃ寒いです。めちゃめちゃ寒い。もう冬のレンタルはしません、寒いから。私めっちゃ寒いんだけど。あのグリップヒーターマックスにしてみたらどうですか？あ、寒っ。出したはいいよ、あったかいだろうから。寒っ。私も寒いは寒いですけどね。上下電熱つけてるくせでよく言うよね。つけてない人の前でよく言うよね。寒いって腹立つわ、ほんと。さあ、僕たちは今尾張パークウェイを走っています。まもなく春日井に入ります。あと45分で伊東家に到着します。そんなにあれですか、肩が凝ってるんですか？なんか信じられないぐらい肩が凝ってます。ライディングポジションが合ってないのかね。うん、その姿勢が意外と辛かったりして。うん、どうですか、ガソリンの方は？ピコピコしてるんです。やばいですね、それはね。いつ止まるかわかんない。ドキドキします。はい、ですね。あ、ここだね。うん、ここで止まり、とりあえずここで入れます。はい、ここでガソリン入れましょう。あ、無事についてよかった。これちょっと離れすぎだよね、これ。どう考えてもね。おっと、あぶね。 78.1 です。あー、めっちゃ硬かった。いくらいのか想像がつかないから、3000円ぐらいちょっとお金を入れとこうかね。うわ、入れにく。
見えにくこれ見て私もなんかあのホースがここに当たったえめっちゃ安いかもガソリン。あ、僕はですね 3.68 リットル入りました。私3000円も入れたのに見て491円しか、え、今日491円でストリームできたの、ね、253.7 トータル 253.7 ですね。今日のツーリングのガソリン代が私3000円入れたのに。ハーレーって高いね。私見てこれ3000円入れたんですよ。なんかどれくらい入るか分かんなかったから、そうしたらね、入れたらね 3.09 リッターで491円だったんです。びっくりです。トリップメーター戻しといてください。うわ、何何びっくりするじゃん。私パワーがないもんですからね、このバイク。あ、ボーンできねえんだね。でもね、491円ならいいかなと思うの、うん、あ、このバイク最高かもしれない。おお、このいつもの何回行っても覚えんもんね、道を。何回行ってもって何回行った何回行った行ったら変よね。行った行ったら変なに全くもうみたいな言い方しちゃうねんもとても楽しかったです、はい、あ、伊藤ケイティに着きましたね。さよなら、はい、さよなら、また見てね。おかえりなさい。私たちが一番最後じゃないの、うん、でしょうね、やっぱり。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。